今日はビンビン棒で働きたい子いるか？バイトですか？ビンビン棒、そのね、売り上げを上げようって。じゃあやらせていただきます。じゃあヒロは、どうしたら来るか？私は今日ね、ちょっと店体験に来る子がいるかもなんで。そうですか。ダメさん。今、パンプキングの車カスタムしてますね。どうぞどうぞ、皆さん。おはようございます。行かないといけないとこあるから。今日は忙しいですか？了解了解、じゃあ着替えていきな。ぼちぼちですね。どうぞ、もう自分の見た目が変わったからどうしたらバカですか？そうですか。私服はね、こんな感じなんですよ。団長も新しいんだよ。はい。私も新しいんだよ、町だ。おー、熱。今日はね、私、ビンビン棒で働こうと一応思ってるんですけど。そうなんだ。そうなんだ。食べたいものがあったら予約できるからどう？伺いますよ、マックさんが店立ってるとき。シャンプーの子、ありがとう。はい。なんだ、うるさいな、これ。うるさくねえよ。ちょっと行ってくる。そうしないとですね。行ってらっしゃい。はい、行ってらっしゃい。マックさん、ミンミン棒で来たんだ。モムちゃんがいるな。え、なんでわかるんですか？匂いでわかる。匂い？ボブちゃん、見て。怖すぎる。どうして私見つけられたのに消えないの？消えてるの、モモミ。今度ね、マジ殺してたね、ボブちゃんが。姿を消すマジか。よし、いい子に仕事してたら、今度私が教えたのを高めつめ。本当？それはもちろんだ。はい、カムザイクの仕事をしてもね。はい、こだ。よし、じゃあちょっと私はキコリの仕事をして、その後、ミミンボーで働きますから、皆さん。はい。はい。いらっしゃい。カムはこの町の平和を、安全をよろしくお願いします。はーい。はい。ラグロ様。危ない。こんにちは。こんにちは、怖い。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。このところ何やってんの？本物のマクドナルドさん。本物のマクドナルドさん。私のモノマネをしてる子が誰かいるのか、この街まで。本物のマクドナルドさんですか？本物のマクドナルドさんで、マクドナルドさんは私だけですよ。この間花火大会見ました、いっぱいいたの。花火大会？君は花火大会に来てたのか？はい、あそこには冷やかしの私がたくさん確かにいましたか？そうなんだ。うん。ココナちゃんのパパ。私の家族構成までしてるなんて君は何もないって。ココナちゃん仲良くなって。そうですか。うちの子供と仲良くしてくれたらな。ありがとうございます。じゃあいい子だな、君。いい子や。君は何の仕事してるんだ？カレー屋さんで働きたいか？カレー屋さん体験して、今、商工亭で就職しました。今日9日目なんですけど。商工亭。なるほど、なるほど。あそこはもう来るか？はい。何してたんですか？私ですか？はい。一輪車散歩だよ。こんなところまで一輪車で？この後森に木こりの仕事しに固まって。だから斧持ってるんだ。そうですよ。私やられるかと思いました。やられるって何やってんだ。私はね、金町のボランティア従業の社長と。あ、そうだ。あの、カム鎌田くん分かります？カム鎌田？はい。カム君のことかい？そうです。どうしました？その子つながりでこの町に引っ越してきたんですよ。カム君の友達か。初日にグッバイカンパニーの人と挨拶連れててくれて。グッバイカンパニーをしてるのか。怖い怖い怖い。カム君はグッバイカンパニーな一応社員なんですよ。参加の姿は見ないから。でもいっぱい所属してるって聞きましたよ。まあこの町の4分の1はグッバイカンパニーの社員ですから。グッバイカンパニーの人めっちゃ合います。それはどうして？な
怖い。優しそうな顔してますね。私ですか。シャラマツだ。一応サーカスの団長やってるんですよ。あー、そうなんですね。先生たちも、先生って何だお前。あ、ごめんね。広瀬今どこいる。あ、すいませんね。口の悪い人か。116。おお、久しぶりだなお前。あ、久しぶりですね。パッサン。どうも。こんにちは。何してるんですか、こんなとこで。あ、偶然このことでやって引かれちゃったさ、私が。引かれちゃったんだ。あ、そうなんですよ。引きました、引きました。当たりました、あれ。当たり前じゃったよな。大きく思ったんだよ、一体。あ、ごめんなさい。あ、でも大丈夫ですよ。削れました？あ、ファーストエイドキットいります？あ、すいませんね。ギリセーフかと思った。すいません、当たってたか。ごめんなさい。まあ、私は一乗車ですからね。あ、そんな大きいね。一車とバイクぶつかっちゃったのか。ああ、一輪車とバイクがぶつかった。そらな、一輪車がな。木こりのお仕事って何あるんですか。木切るんですか。興味があるか。木切る仕事あるんだ。興味があるか。はい。あ、じゃあ一緒に行くか。あ、一緒に行っていいんですか。あ、じゃあユミさん頑張って。え、やった初めて行く。一輪車で行きます。そうですね、私は一応一輪車。でも、乗っけてあげようか。一輪車乗っけてあげようか。一輪車乗れるんですか。うん、それ乗れるや。一輪車って一人乗りですよね。私が抱っこすれば乗れるだろ。あ、そうなんだ。うん。これ、バイクここに放置していいのかな。あ、いいですよ。あ、いいのと。おお、すごい。よし。あ、じゃあ先生。おお、あまりおもさ、あまりと落ちちゃうよ。あ、ヘルメットが落ちてる。はい、どうぞ。あまり暴れないよね。ああ、了解です。ヘルメット。お疲れ様です。ああ、ダメよさん、この子知ってるか。ユン、こんにちは。こんにちは。あれ、前話し、はい、初日に、ね、ですよね、カモくんの、はい、そう、ね、そうです。カモくんのお姉ちゃんみたいな人ですよね。そうです、そうです。あ、カモくんのお前お姉ちゃんだったんだ。そんな感じです。あー、カムくんはうちの会社で働いてるんだ、一応。そうですよね、そうさっき。あー、だからお前、そのお姉ちゃんがお前な、私のところの会社をお前、そのちゃんと知っとかないといけないだろう。あ、そうですよね。どういうことしてるかって。どういうこと、あの、木こりしましょう。あー、ごめんごめん。日が暮れそうだな、早めに始めないところ。よし、行こう。はいはいはい。はい。あ、この人だ。こんにちは。ハロー。ハロー、ごきげんよう。そうなんだ。そうなんだ。本人が上がってる。うん。あ、よし、じゃあ切ろう。はい。マクさん。マクさん。マクさん。危ないから気をつけて。マクさん。ないです。うん。どれ切れてるか。これ切れてます。ああ、いい感じ。もっと力強く勝って。危ない。おどうですか。危ないって。ああ、すみませんね今。危ない。あんまり近づくなで。よかった。大丈夫大丈夫。痛くない、大丈夫。痛くない、痛くないよ。ヘルメットなかったら今スイカ割りになってた。ヘルメットがなければ即死だった。よかった、救急隊じゃないから治せないからね。大丈夫、私も一応医療技術持ってるから。あ、そっか、マークさんお医者さんだった。危ない危ないから離れて。ヘルメットがなかったら一発だったぞ、お前。ヘルメット、体だったよ。さっき誘ってたから、これで木こりに参加だよ。あ、そういうことか。危ない危ない、マクさん。危ない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 よ。危ないから離れて。マクさんが近づいてたっていう。あ、なんかユミさんちょっと
あれかもね、違う木でやった方がいいかもしれない。ああ、危ないよ。私もこれは大木だから力を入れないといけないから。確かに観察してるだけで楽しいかも。おい、切れてる？切れてない。切れてるのこれ。なんでうんこくれるの？うんこいらないよ。切れてる。切れてんのか。あ、そうなんだ。じいさん切れた？これ切れないですよ。切れます本当に。ん？切れてない？切れたと思えば切れてます。うん、ああ本当に切れるやつ？あー、危ない！逃げろ逃げろ逃げろ！笛の音した笛の音した。何？笛の音した笛の音した。危ない。うつ。しかもなんか笛も吹く。殴られました。誰だ今？私を殴ったのは。尺八じゃない？尺八。尺八の悪魔が。なんか。なんか聞こえるな、こちら。え、大丈夫ですか？ちょっとそんな病院行って。どこ行った？あれ、マックさんはどこ？声の音が聞こえるんじゃないか。マックさん。したけど、あいだ、やばいやばい、死ぬ、死ぬ、これ油断したらマジで死ぬ。やばい、その動けないはずだが。近いぞ。あ、いた。カブちゃん大丈夫？見つけましたよマックさん。いた。ああ見つけました。こんなところに。見つけましたよ。あ、いた、マックさんいた。マックさんいた。大丈夫ですか？あっ、マックさん？いったー。大丈夫、サブちゃん。怪我してないですか？マックさん？マックさん？マックさんが笛吹いてる。マックさんが笛吹いてるじゃないですか。あ？どうしました？どうしたんですか、皆さん。さっきマックさんが、そうなんか痛そうにしてたし、探してって言ってましたよ。え？本当か？怖いな、こっちだよ、こっちだよ。危ないでヘルメットかぶっといてくださいね。私は一体何をしてたんだ、この場所で。でもずっと笛の音が聞こえて。ここじゃない、いろんなところにマックさんいた気がします。いろんな場所に私が。うん、マックさんの幻影を見ていたような気がします。おお、そうですか。この場所はやっぱり何かありそうだな。危険ですね。危ない。シャンボも来てくれたのか、ありがとう。うん。
よし、じゃあまたマクさん戻ってきて。よし、じゃあ皆さん最後に聞いてって帰ろう。うん、聞いてって帰ろう。はい、ヨコトさん。おお、来た。あ、来た来た。うん、今警察署まで挨拶回り行ってたんだ、君たちが。おかえりなさい。うん、そういうことか。よし、じゃあ今から着替えて仕事の始めた。はい、そうですね。よし、持ってるんですか、お洋服は。まだ持ってないですよね。おお、ああ、中華。まあでもなんか中華っぽい服だったら何でもいいですよ。中にはもうパンダの着ぐるみの人もいます。あったかな、なんか中華っぽいやつ。難しいね。ブルーさん。はいはい、マクさん。あと散歩もちょっと服屋さんまで行きましょう。市民対応です。はい、行きましょう。これにしようかな。よし、ブルーさん行きましょう。はーい、はい、仕事だ。行きましょう。我が輩のは、あ、これか。あー、ごめんなさい。ありがとうございます。我が輩のじゃないの。これ我が輩のだ。我が輩のこっちだな。よしもないけど。はーい。散歩着替えてください、ちゃんと。はい。早く。あ、来た。で、一応今日はメドルさん、これ全員スタッフになりますから。あ、わかりました。目標金額は1億5000万売り上げますよ、この。だから40分間で。わかりました。まあ、その給料は後であなたの方で目がないね。そんな。分けてって感じですね。よし。じゃあ、皆さん、ブルーザーも散歩も来ない。横に全員並んで、こっちへ。はい。はい。で、真ん中はベンドルさん。どうぞ。あ、いいんですか。あ、じゃあ私、ここでしゃがむのかな。そこがいいですよね。そしてサブローもそこでしゃがむと。はい、みんな。今から売るぞーって格好してください。売るぞーって格好。売るぞーって格好。売るぞー。なんかカンフーみたいなやつなんだっけな。いいですか、行きますよ。ちょっと待って。売るぞー。売るぞー。売るぞー。あと40分で1億5000万。稼ぐぞー。稼ぐぞー。稼ぐぞー。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さん、ここで一応待機してて、で、私が一応客行きすぐ連れてくるから。はい。今日は忙しくなるぞ。で、思っててね、客寄せパンダ、ユンちゃん、やってくるか。はい。客寄せパンダ。どんどん呼んでくるから。初めてのお客さん、ちゃんと散歩はな、出るところまでちゃんとお見送りしてな。すいません、お客さん。お客さん、すいません。え？こっちのどうぞ、今。今ね、みんみん坊がさ、あれ、こっちにいたんじゃんか、お前。うわ、お久しぶりです。こっち来なさい、今日は。ほら、おいで、こっちおいで。今ね、みんみん坊がセールやってんだ、こっちだ。どうぞ。今日ね、リニューアルオープンして見てください、中。本当に？店員が分差があるんだな。どうぞ。リニューアルオープン？ダルビットのお客様入ります。いらっしゃいませ。はい、どうぞ、キャッツーさん。はい、どうぞ。自動ドアじゃないからね、これ。すみません。どうぞ、すみません。おすすめのやつ。おすすめのやつで。うん。はい、いらっしゃいませ。はい、どうぞ、すみません。キャッツーさん、エビチリ100度か、今。作りたてのやつかね。100。エビチリ100度。100？ シューマイも100度。いや、俺、ほら、甲殻類アレルギーやから、シューマイやったら食べる。あ、じゃあ、シューマイ200。200？ ブルーさん、シューマイ200あります。ちょっと待って、ありがとうございます。先生、あ、そうだ、そうだ。カツオさん、今日ね、リニューアルオープンだから、ガツンと買っちゃって。先生、送ります。本当に？なんか変わってます？欲しいよ。うん、今の出来たて。ダメさん、スパイス入れてきておくれ、スパイス。はい、かしこまりました。うん、ジンさん、ジンさん、包装ちゃんと、包装包みろ。はい、はい。食べましたか？美味しかったでしょ？私もこう食べてみようかな。ちょっと、あ、うまいな、これ。ちょっと、お客さんまた呼んでくるから、キャッツーさん、今日ありがとうな。よろしくよ。おーい！あーくっ、くっ、くっ、すいません。
ショパンの歌すぎる歌いショパンの二人ともさ、あの今ミンミン、はい、ミンミン坊だな、はい、あのリニューアルオープンした今ちょっと売り込みに行ってるんだから来てくれなんか二人とも、すいません、ミンミン坊がどうされたんですか。ミンミン坊だな、今リニューアルオープンした、はい、リニューアルオープンなるほど、今美味しい料理たくさん作ってますから一緒に来てくださった。はい、わかりました。ちょっと私についてきた二人とも、今ですね、今ですね、すいませんね、今ちょっと、はい、どうぞ、はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、はい、いらっしゃいませ、かつめます、どうぞ、お客様です、はい、お客様、どうぞ、いらっしゃいませ、今ね、店長、おすすめは、おすすめ、はい、了解です、はい、おすすめ200グラムですか。ユナさん、はい、あ、ユフィです、僕。ユフィさん、はじめまして。それはもう作品が違う、はい、できるね、あの、辛いもの好き、今、キャッツン様、今ね、あの、甘いものとか食べてるところ、今、ゆっくりしてるでしょ、ね、うん、あ、いらっしゃい、いらっしゃいませ、はい、いらっしゃいませ、ミハオ先生、ミミハオ、ジョミミハオ、ムンルルさん、チンジャオロースあるか、チンジャオロース。チンジャオロースはない。そのっぽいもんじゃ出してあげてよ。あ、わかりました。チンジャオロース、それっぽいもの、100度以下。それっぽいもの。それっぽいもの。うん、今今日リニューアルオープンして、もう大サービスしてるんですよ。タロに買ってくれてる。うん、ほら、メンツがこっちだろ、いつまた。確かに。うん、私もね、ここで今リニューアルで就職しちゃってさ。あなた何がいるんですか。うん、じゃあ辛くないやつ、辛くないやつですか。辛くない、うん、あ、僕も辛くないやつ、ごま丼の100あります。辛くない、ありがとうございます、はい、ごま丼の、ダメさん、ごまから吸ってきた、奥で、ごまから、はい、はい、終わりました、食べれば元気になるから、はい、ちょっと私、はい、あの、せっかくの客を聞いておきますから、はい、ゆっくりしてゆっくりしてくださいね。はい、飲み物は何個がいい。ああ、何？あ、おろしませ。マクさん、マクさん、よくありがとう。おい、警察のみんな来てくれたぞ。よろしい。はい、いらっしゃい。はい、みんな、ここは自動ドアじゃないから。すげえ来た。はい、皆さん、どうぞ。ああ、これね、に、に。はい、ここ自動ドアじゃないから入ってみなさん。ピエロの方がガミトモさん、こっちがガミトモさん、ブロンさんだし、こっちが、え、こっちがマックさん、あ、カラーリングが似てるだけで、あ、そっか、一緒に、あ、靴の色まで一緒、あ、あ、大丈夫だ、大丈夫ですか、あ、どうしようなさ、すみません、働きすぎだよ、お前、あ、どうぞ、みなさん、お客さん10名あります。はい、いらっしゃいませ、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 はい、2番、2番、すいません、お客さん、ゆっくり食べてて大丈夫ですから、はい、今日これ大繁盛してるから仕方ないんだから、どうぞ、いらっしゃい、いらっしゃいませ、はい、いらっしゃい、マルコズ、今日、甘いものもある、甘いものも、新メニューがあるから、すごい、すごい、あの、まだまだ、まだまだ持ってこないでしょ、マクさん、一緒になって帰ってきたよ、アジノさん、持ってるかな、よし、あ、すまない、じゃあこれあげとくから、助けてくれるか、すいませんね、仕事なのは、さっき業種やっちゃったみたいでさ、あ、そうなんですね、あんまり働きすぎないでくださいね、ママ昨日ぶり、ママ、今営業してるんだ、来てくれ、うん、すごい可愛いね、格好。すごい似合ってる。カウントさんのママ。めちゃくちゃいい。ありがとうブルーザ。オッケーです、オッケーです。まだまだあと25分も働かないといけない。ママ来てくれ。うん。ありがとうブルーザ。はい、オッケーです。救急隊の方にもも。はい、もしもし。あ、もう言ってきたよ、救急隊は。回ってきますか、どっかキャンプさんは呼び。ママ入ります。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。あ、お客さんいらっしゃいませ。あ、どうもどうもどうも。あ、おつまみ100にする。飲むのもいけるか、今。あ、
ね、抹茶のタピオカと抹茶のタピオカ50。ちょっと待って待って待って、今日のチームイン、エンジンイン、勝ち抜こう。あう、シューシュー、シューシュー、シューシュー、あと餃子、おすすめの餃子、おすすめの餃子50にしとこうか。マックさん、キリがいいの50の方が。今日ね、準備します。はい、あう、大丈夫大丈夫、ママも、はい、ママ来てくれてありがとう。はい、はい、はい。ルービーさん、そこ座っていいわ。あの、ゆっくりして、あのね、作るために時間がかかるから。こっちこっちおいで。あの店員、どうにかしてください。ママ、はい、どうぞ。はい、はい、ママ。ママ、今日は何かおすすめのたくさん食べないといけないんだろう。そうね、ちょっともう、マクドナルドさんなんかおすすめのものとかあるの？わかりました。しょうがない。ママ、ちょっと特別だ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さん、心からのシャイシャイ！シャイシャイ！シャイシャイ！散歩、あのな、ママが、ママがな、おすすめの料理が欲しいって言うんだって。ちょっと作ってきてくれるか？肉まん何個？あ、肉まんを200。はい。え、飲み物何がいい、ママ？飲み物何があるんだろう？肉まん200と飲み物だったらそれと何がいい？紹興酒か？紹興酒がいいのかしら？肉まん200でいいの？せっかくだから、じゃあ紹興酒100にしよう。紹興酒100と肉まん200。200？ ママな、あの、シャシャよね、あ、もっと大丈夫、ママ。あ、200来た。はい、ありがとう。よし、ゆっくりここでさ、座っててもいいから。大丈夫？マンちゃん、おんぶや、こっちゃ。はい。どうしたの？はい、こっちゃで。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。キツネちゃん入ります。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。ほら、前の俺、ほら。2周目ありがとうございます。ありがとうございます。あ、酔ってる酔ってる。よし、じゃあどうしようか。餃子にしようか、まるちゃん。なんか似たような子がさ、同じそのマスクしてた気がする。ああ、そうですか。じゃあ、昨日そうだ、昨日そうだ。そんな子はな、シューマイ50も買わないから、シューマイ50があります。お客様お帰りです、ありがとうございます。シャンシャン、シューマイ50、ショーコース50、入ります。50、50でいいんですか？100にしとくか、キツネちゃん。100ですか？100で、はい、100あります。シャシャ、さあ皆さん、100がありました。シャ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 、どうされました？あ、作ってくれたか。うん、あ、ごちそう。ちょっと高いやつしかも。一番高いドリンク。はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。先生、ありがとうございます。お邪魔しました。先生、あ、子供だ。あ、え、子供。あ、もしもし、パパ。今ね、あの、今からね、ニカノリっていうのをね、あの、始まるんだけど、あの、魔法少女カフェでパブリックビューイングしてるから、もし暇だったら見てね、パパ。向こう、お、熊がどんなんか、子供や。あのね、ココナはね、スタッフさんとして出る。スタッフさんとしてるの？うん。お、そうですか。今な、パパがな、中間料理屋さんのね、あの、仕事をしてきたんですよ。あ、そうか。じゃあ、お仕事終わって暇だったら見てね。はい、わかりました。うん、バイバイ。頑張るね、子供や。うん、ありがとう。はい、バイバイ。バイバイ。はい、いいこと。さあ、皆さん、入って。はい、皆さん、入って。パンダちゃんも入って。パンダちゃん。うんうん。入りなさい。よし、みんな。お金もらうぞ、お金。やった。あー、みんなのさん、今日も大繁盛だったな。いや、本当にありがとうございます。うんうん。じゃあ、ちょっと。
あれ、マックさんに送ったらマックさんが皆さんに分けてくださる感じですか？うん、そんなダメンさんにさ、一人前1000万円ぐらいな。そう、なんかな。全然いいんですけど、全然やつをまとめてね、まとめて送っといて、まとめて一回マックさんにお渡しして、ね、ああ、私じゃあな、すみませんね。はい。あ、まあ色もつけてもらっても全然構わない。全然わかります。すみません。俺も ID 何番ですか？137番です。137番。ID だけはすごいちゃんと言える。今日はな、本当皆さんご苦労様でした。ありがとうございました。素晴らしい市民対応ができたんじゃないかなと。ああ、すみません。じゃあもうこれ、当初の目標通り言ってるんで。ありがとうございます。さんで分けてください。まあ私たちは本当に飲食業界を盛り上げるボランティア事業、ね、今日できた、ね、キコリ軍って言うんですけど。キコリ軍。はい。今後ともね、よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあちょっと閉店しようか。まあ、またなんかあの新規住民の方とか来られたら全然言ってもらえたら、そうですね、体験とかできるんだ、体験できるから、ゆんちゃんもね、ここにね、はい、今度体験させてください。はい、よかったからね。おー、いいね、いいね。はい、こんなこちゃこちゃ、ちょっとお金配るから、みんなこっち見て。はーい。はい、皆さん、アディと番号を教えてください。94番です。94番。あれ、ID なんだ。これももらっちゃっていいんですか、マックさん。もちろんですよ、ブラジャー。やった、ありがとうございます。15の跡が見えないんですよね。僕は142です。142ですか、ブランさん。はい、ありがとうございます。見切れちゃった。142、なんか見る方法あります。どうやって見る方法あったかな。最近だ。アイテム渡そうとすると見えた。はい、ご苦労様です。ありがとうございます。自分見ない。はい、皆さん、番号はどうぞどうぞ。ブーちゃん、まあ、どことブーちゃんは、あら、はさまたお前お金行かれました。私、コンビニ仕入れの途中だったんで、コンビニに。ブーちゃん、君は番号言わないと、お前。いくつだ？いや、私も全然、通りすがりでいた。あのな、早く言いなさい。マックさん、サブローもらえるのは？あ、そりゃそうだ、お前さん。番号教えなさい。274。274だな。わー。はい、ご苦労さん。やったー。今日は皆さん、よく働きました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ご苦労様です。楽しかった。よし、じゃあ、ここは散々荒らしたから、あと私の掃除しときますから。はい。みんな自由に。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとう。我々同じところに来たら嫌な気持ちになっちゃう。どうぞ、この君たち。まだお腹空いてるか？もうお腹空いてない。あ、もうお腹食べてた。あ、そうですか。よかったよかった。はい。マックさん、お疲れ様。はい、お疲れ様。ありがとうな。はい。はい、ありがとう。ブーちゃん、番号を前のさ、早く。15です。15。